滋賀県の琵琶湖と比叡山の合宿、皆さんどうも2日間お疲れ様でした。あの時に撮った達成の誓いのビデオを編集しました。この後お一人ずつ引き続きご覧になってください。ありがとうございます。今終わりました。なんか気持ちのいい気分です。誓いも立てましたし、これをぜひ、実現します。ありがとうございました。参定委員会の高野です。気づけば変わる、春を知ることに気づいていきます。よし、今、世話塾の、が終わりました。私の決心は、3世代の笑顔が咲く社会を作ります。頑張ります。明日からこの誓いに恥じないように頑張ります。今日はありがとうございました。こんなに多くの人と対話するのは、初めてかと思います。対話の大切さ、よく分かりました。社内の誓いって、社員と共有したいと思います。今日はどうもありがとうございました。こんにちは。私の明日への誓いです。100年後の子どもたちに感謝される樽を知った生き方や利他の心で、自社だけでなく取り巻く周りの人々と美しい地球を残す企業になります、というふうに誓いをさせていただきました。本当に2日間皆さんとお話をたくさんさせていただき、素晴らしい明日の誓いができ、みんなで1枚の絵を描いたのがとっても有意義でした。どうもありがとうございました。